最後に T ボイス聞きたかった。いいと思いませんか？いいと思いませんかの後半は魚料理担当のサクマンから紹介していただきます。はい、それではサクマンお願いします。はい、私の考えたお餅の食べ合わせはもちゅしです。もちゅし、これはあの私の大好物でもあるお寿司からヒントを得て作りました。どうですか、見た目はお寿司そのものですよね。まんま寿司ですね。はい、作り方もとっても簡単です。あのお寿司を本来作るときに酢飯である部分をお餅に変えるだけ。お餅は握りやすいようにあの表面を少し焼いてあります。それでお好みでわさびをつけて上にネタをのっけたら完成です。今日作ったのはマグロ、サーモン、イカ、卵、蒸しエビですね。なのでこの中からお好きなネタをどうぞ食べてください。じゃあはい、どうぞいただいちゃってください。いただきます。じゃあ卵、岡村くんはサーモン、サーモンかな。あ、私も大好きなサーモンです。じゃあ、はい、じゃあお醤油をつけて、はい、いただきます。どうぞいただいてください。いただきます。さあどうですか、もちゅしのお味は。考えてる、目をつむって考えてらっしゃいますが、さくちゃんなんて目をカッと開いてますけど大丈夫ですか。なんか二人ともちょっと真顔で食べてるんですけど。どうなんですかね。あれ、さくまんまたか。え、またやってしまったのだろうか。いや、なに、みんな仲間でしょ今日は。さくちゃんがなんかどうした。おとりあえず言えることはですね、はい、卵はありだと思います。お、卵はあり。カムラ君はどうですか。サーモンはですね、はい、餅って何度も噛むじゃないですか。はい、はい、そうですね。その度にあのお魚の生臭さがずっと口の中に残ってて。あれ、サーモンの弱点が。そんな、これはちょっとあの、はい、ちょっと待ってください。まだまだまだこれからまだわからない。次は肉料理担当の私が紹介します。はい、私が作ったのは焼肉丼かっこ餅バージョンです。これは人美味しそうな感じで目がキラッと開きましたよ。用意するものは豚肉3枚と長ネギ1/3、焼肉のタレ、餅です。豚肉を食べやすい大きさにカットして、長ネギも一緒にカットします。焼き目がつくまで油で炒めてください。味付けは焼肉のタレのみです。元に戻した餅の上にかければ完成。おお、これはいいんじゃないかな。シンプルながらすごい美味しそうな匂いが。やばい、一まで美味しそうな匂いが。いただきます。いただきます。さてさて、どこですかね。ちょっとお餅やっぱ硬くない。やだ、予感が。またお餅がお椀に恋をしています。交換色だったはずが。あれ、川村くんが行きました。がっつり行きましたね今。はい、噛んでます。噛んでます。お餅ですからね、ぜひ。美味しいです。あ、やったやったやった。どうですか、肉と餅の相性は。いいと思いますよ。あ、やった。あの、ここはちょっとサクマンから挽回しましたね。このまま切りましょう。はい、切りましょうね。では最後はデザート担当のチヨコ。はい。私が作ってきたのはもちよこレートフォンデュです。お、自分の名前入れた。入れちゃった。材料はですね、お餅です。一つの大きさをだいたい6個に切り分けて、でそれを焼くんですが、今日ちょっと、ね、レンジでチンしちゃったんでデローンってなっちゃったんですけど、大丈夫、味は大丈夫で、板チョコ、今回は1枚丸々、ミルクチョコレートを、溶かしてます。トッピングは、トッピングもあるんですよ。アーモンドダイスとココナッツ、レインボーシュガー3つ用意しました。お箸で、今日あのお箸でぜひ、私といえば和風だからお箸かなと思って。チヨコだから。なんでぜひチョコレートにつけて、好きなトッピングにそのままダイレクトにつけてお召し上がりください。了解しました。どうぞ。いただきます。いただきます。美味しそうだねこれ。でしょ。さあつけて、つけて、で好きはなんかトッピングつけて。美味しそう。でしょ、見た目いい。さあどうぞ、いかがでしょう。え、笑った。え、なんで。あ、ガッツポーズ、ガッツポーズ。おこれは美味しいです。でしょ、やったー。ほれ、さすが、ほれ、サックマンからどんどん挽回していって。
今日。やったね、よかったです。何も言い返せないよかったです、はい、残念佐久間まだわからないですよ。さてゲストの2人は判定は決まりましたか？決まりました。決まりました。もう一度確認です。一品一品ではなくフルコース一つとして判定してください。はい、はい、それでは私たちが考えた餅料理のフルコースはいいと思うかないと思うか判定をどうぞ。いいと思います。いいと思います。おー、やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どちらもいいと思います。出ました。餅料理のフルコースがイートメニューに認定。イエーイ、初ですよ。みんなの力だね。みんなの力、みんなの力みんなの力今回の餅料理のフルコースの作り方はブログにアップしますので皆さんもぜひ作ってみてください。以上、いいと思いませんかのコーナーでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お粗末様です。ありがとうございます